タクミソフトの高井です。さあやってまいりました、ここは撮影ポイントの一つです、このポプラの木、このようにこう、一直線に建てられて防風林のようになってます、この風景というのが、長山の、牛別川沿いにあります。この風景は非常に、いい風景じゃないかなというふうに思います。何度か私も写真を撮りに、来ました。まあ、ブヨがすごいですね。ブヨか蚊か、まあ、人が通らないからね、あんまり虫もやっぱりいるんですけど、まあでもそんなことをさておいても、どうですかこの雲の感じとかね、この突き抜ける道路の感じとか、さらにここからちょっと見るとですね、川が、牛別川が見えます、こういった風景が、撮影ポイントとしてはいいですね。ただまあちょっとあの向こう側にゴルフの打ちっぱなしがあります、ウエスタンとかね、あのあっちの方向になっちゃうんですけども、そういったあのいわゆる、人工物ですね、そういったものも映る可能性があるので、まあ、そこだけ気をつけていただければ、あとはなかなか使えるんじゃないかというふうに思います。それでは、いやいい感じだね、ここちょっとした、なんだろう、ある日だよね。まあそんな感じがしますけど、じゃあここら辺ぐらいから追い返していってますか。よっしゃ、よし、はい、行きます。うわ、すごいすごい、か、かというかブヨというか、すごいですね。タクミソフトです。私の撮影ポイント、よく来るカメラの撮影ポイントですね。ここはね、夕日が当たったりすると、また格別にいいですね。これ長山のタクミソフトの事務所の近くにあるんですよ。だからね、天気が良くなったり夕日が綺麗だったりするともう飛んできちゃうわけですね。でこういうところのね、撮影をすると本当ね、いいですよ。マイルドセブンの丘とかね、行かなくても全然いいっていう感じ、そんな風に私は感じてます。ちょっとね、建造物とかが映らないようにこう角度をね下げて撮らなきゃなりませんけど、あとちょっと私今汗だくなんで、あの蚊とかブヨがね顔に舞ってるんですけどね、もうそんなの関係ないと、そんな感じで来てください。いつもだとスプレー持ってくんですけど、今日はちょっとスプレー忘れました、歩いてきたんで、はい、まあそんなんで皆さんぜひ、長山の、私のおすすめの撮影ポイント、ぜひ一度来てみてください。それでは皆さん、ごきげんよう。あっ、いや、すげえわ。36分ぶりと、すげえな、この、いやー、ブヨしつこいわ、しつこいな、ブヨ、腹立つ、ぶっ潰してやりたいんだけど、しゃあない、自分が自然に入ってきたからしゃあない、諦めるしかない、刺されるまでだな、クソったれ、全く酔う。
歩いた。散歩を開始して夕に80分は過ぎている。事務所から数えたらさらにプラス15分ぐらい上乗せされるからな。さすがに、いや、足がやばくなってきたな。ちょっとペース落とすか。左足をかばって歩くので右足の腓骨筋の方が相当負担がありますね。私の歩き方多分つま先立ちで歩くんですよ。それでハイアーチの状態に陥りやすいのかな。かかとに降りる時のこの何でしょうね、負担が大きいっていうことだと思います。明日歩けなくなるかもしれませんね。とりあえず一度この、きついトレーニングをしたら次はもっとさらに伸びるでしょう。はい、ここが答えです。ウエスタンがあって高校があって畑があって、畑じゃない田んぼがあってですね。はい、長山です。それでは、
もち麦、もち麦なんだ。ちょっと不思議に思っていましたが、これもち麦なんですね。田んぼ、他の田んぼを見るとまだ稲がこう実をつけて垂れてるっていう感じないんですけど、ここの畑だけ実をつけて